久しぶりです、お姉さま。元気そうだね、ファイブ。歌で洗脳された雑魚どもに囲まれた王女様気分はどう？はぁ、そのトゲトゲしいお言葉、ゼロお姉さまも怒りないようで。そうだ、ちょっと君に返すものがあって。あら、嬉しい。でも、お貸ししていたものなどありましたっけ？1年前の借りをね。はぁ、そうでしたわ。あの頃のお姉さまはジュンとくるほどお強かった。でももう違う。最強のドラゴンミカエルは言った。ゼロお姉さまに残されたのは抜け殻になったその小さなドラゴンだっけ。でもそのドラゴンも私の下僕にして差し上げてもよろしくってよ。全部ドラゴンもお姉さまも全部私のものに。君の言葉を聞いていると耳が腐るよ。あ、本当にお姉さまの物言いは乱暴。そこが好き。だから殺す。北モーレ、北モーレ、第五の歌、イニシエの遺構、内潮に権限せし力、トーマを払わんとす降臨の儀、神罰が彩る断罪の槍、その目に焼き付け、我がリトの名において、いでよバヌエル。他のお姉さまたちはもう行っちゃったのかしら。まだだよ。君を一番に始末しよう。嬉しい。ゼロお姉さまが私に一番に会いに来てくださった。一番バカから始末した方が早いからな。いじめちゃうよ。いじめないよ。殺すだけだ。今だ。徹底的に叩きのめすぞ。ゼロお姉さま、お強い。君をぶちのめしたくてうずうずしてたんだ。私はゼロお姉さまに会いたくて会いたくて、ただ会いたくて、じゅんじゅんしておりましたわ。そりゃよかった。その目の鼻、とてもセクシーでいらしている。一人前よりずっとセクシー。君に言われても嬉しくないね。私のお印はこの胸くし。成長の良すぎる私のこの胸、触ってもよろしく。手が腐る。ゼロお姉さん、よかったら今度三人で。君に今度はねえよ。浮上してすぐに仕掛けるのは危険だ。息が上がってるぞ。全くだらしのない。怖いんだよ。何？怖いの、ゼロは。なんだ？ん？全く聞こえないな。もう一遍言ってごらんなさい。あ。歌うたいわ。ここまでやらないと死なない。
れが歌うたい。死んだ死んだ死んだ。散々こき使ってくれたね、おばさん。僕が使徒だからっていい気になって。でも歌うたいだって死んだらただの肉の塊だ。何が愛してるだ。虫図が走る。かな、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 あれ。なんて名前だっけ、この人。